今日は仕事がお休みだったんですが、まあ理由があれなんですよね。現場の夜勤の方がちょっと事故がありまして、で昼間の勤務の仕事が、まあ現場がストップっていう形になっちゃったんで、今日はお休みしました。はい、どうもヨガです。今回も雑談独り言になります。ガーディアンの方がまあまあかな、今風のガーディアン映してますけど、まあそこそこのクエストいけるようになったかなぐらいかな。で補助の方も、結構溜まってきたかなって感じ。まあまあ、まあ初めて12日ぐらいの割には、結構いい線いってんじゃないかなと思います。エンドコンテンツはさすがに無理だと思う。シロンの奇跡もまだ、11個しか釣ってないから、あと89個頑張って、勝っていきたいなと思います。あのドクロのマークね、まああれはバーストをかけてドンって終わりだから、簡単なんだけどね。いやー、古代気候兵のここがすごいっていう動画を出して何日だったかな、忘れちゃったけど、出ましたね。出たけどこのジョブ取るクエストがだいぶ厳しいね、俺には無理だと思って諦めた速攻。あのタートルさんを、規制すればいけそうな気がするんだけど、この風ガーディアンで規制すればいけると思うんだけど、次の命では多分無理だから、まあいっかと思って諦めたよね。まあ今回のジョブがだいぶずるいよね。ずるい。単体火力、まあ魔法の火力で、バルキリーとガーディアンを足して3で割って2でかけちゃったような感じだよね。そんぐらいのジョブだよね。武器もそんぐらいの勢いじゃん。盾っぽいやつなんてビットの消費量っていうのはよくわからないんだけどね、15秒間無敵でしょ。よくわかんないな。これはずるいよね。多分ずるいと思うんだよね。まあ強い人たちだけが使えるようなジョブで、そういう感じなのかな。まあ課金者優遇なのかランカーさん優遇なのか、そんな感じのジョブを作ったのかなっていう感じはするかな。まあ本来さ、こういうね、あの攻略動画、俺の動画全然攻略動画でも何でもないんだけど、ただの独り言だと思って聞いてくれればいいかなと思う。攻略動画だったら、ちゃんと古代気候兵なりねなってね、ちゃんとね、なりたいんだけど、まだ無理じゃん。動画考えても12日ぐらいしかやってないから、12日ぐらいでしかやってないのに古代気候兵になっちゃったって言ったらさ、まあ敵が増えるよね。まあ別にいいんだけどさ、まあ実質無理だね。あのどう考えてもね、武器がなさすぎるし、あの総合っていうか、まあ体力とかも防御とかも低いからさ、まあ現実的にまだ厳しいね。しかもメーデとかやるんだったらきっとね、闇獄の盾は欲しいだろうしね、ちょっとインビ1個だけじゃね、厳しいかなと思うし、いやーまだ先かな、まだ先あんのかな、わかんないんだけど、まあそんな感じで、まあ武器の紹介とか、まあお知らせから引っ張ってきてるんで、まあ、各自見た方が早いかもしれないですね。新武器のここはすごい。古代機バルバトロス。すごいね。はい。固定ダメージリミット最大500億。この間なんか、あれじゃない？女神2かなんか、420億とか言ってなかったっけ？結構最近だよね、それね。それ超えちゃうんだよね。なんかね、もう、近々、ね、1000億とかいっちゃうんじゃないですかね。なんかちっ
ちゃいペースでさ、ね、あのダメージリミット上げてるよね。もうなんか最終的にはもう1000億いくと思うんだよ。魔獣バンチェスター V5 かな、まあよくわかんないけど、いいんだか悪いんだか。バンチェスター2、もうなんで2種類あるんだろうね。まあ集金目的なんだろうなと思うんだけど、もうなんか仮にさ、これに課金してもさ、また新しいジョブが、出ると思っちゃうとさ、あれだよね、なんか課金する気が全く起きないんだよね。課金してまでは別に欲しくないかなって思うんだけど、まあ、向こうもね会社だから、儲けたい気持ちはあるんだけど、もうちょっと考えろよお前ら、なんでわざわざね、あの深く狭い、ね、課金スペースを取っちゃうのかっていうさ、そういうのが、まあ、経営的によくわからないかな、広く浅くできないのかなっていう感じはするんだよね。もうちょっとさ、美課金とかさ、ね、あの作らせるような仕様を作ればいいと思うんだけどな、もうなんかね、ダメージリミットだけ上げりゃいいやみたいな売り方してるからさ、困るよね。もうユーザーもきっとね飽き飽きしてると思う。僕だけじゃないと思うよ。いやもうなんかさ、ちょっとふと思ったんだけど、古代気候兵5みたいな感じのパーティーとかになりそうじゃね、てんてんてんっていう感じするよね、今なんかそういうふと思ったんだけど、どうかな。でも魔法攻撃だから、まあ、古代気候兵3プラス、ね、単体火力もしくはリーフもしくは多段になっちゃうのかな。なんかバルキリーとかで潰しみたいな感じは、しなくもないかなっていう感じはするんだけど、でもまあガーディアンはね、体力がまだね、バフ込みで50とかいくからさ、まあ生き残れそうな気はするし、バルキリーはね、なんだっけ、あの人魚のやつ持ってないか忘れちゃったな、生き残れそうな気もするんだけど、でもダメージゼロになっちゃうんでしょ、消滅の波動も受けない、どうなんだろうね。このアカウントが育つ頃にはなんか用なしになっちゃうような気がしてしょうがないですね。まああれです、のんびり余生を過ごしたいなと思います。はい、それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。